それでは引き続き、朝比奈さんにお話をお伺いしたいと思います。少し切り口的には戻るかもしれないんですけど、はい、役所の変化とか役所の組織についてお伺いをしたいなと思ってます。はい、で、最初に私話をしたように、私は一回2002年辞めた後、ちょっと役所と距離を置いて、最近、少し戻ってきた感じがあるんですけども、そういう意味では朝比奈さんずっと入られてからなんだかんで付き合いがあると思うんですね。そういう意味で、その2000年頃の現役時代と2010年、それから今の2020年で、なんかどういう点が変わったかなとか、どういうところが良くなった悪くなったのか、いろいろそういうところってお感じになるところがあればと思ったんですが。これは大きく言うと、良くも悪くもやっぱり役所の力がちょっと衰えてきましたよね。で、これは一見悪いことで、要するに例えば個人で見てもね、昔の官僚の方が、俺がね、日本を動かしてると。で、ね、もうかなり、悪く言うと傲慢なわけですけど、よく言うと自信持ってね、こうだっていう感じで、個人レベルで動かしてましたし、やっぱり組織レベルでも、なんていうんですかね、言い方よくないですけど、民間より上でね、会議だなんだとかっていうのを必ず基本的には呼び寄せてっていう、こういう非常に強い時代でしたけど、で、これはやっぱり日本がね、うまくいってれば、やっぱり役所のおかげです、政治のおかげですってなるわけですけど、基本的にはだんだん厳しくなってるんで、やっぱり役所も自信をなくしてきて、で、個人レベルでもだんだん自信がなくなったっていう、そういう意味では弱くなったっていうことでね、非常にあんまり良くないようにも見えるんですけど、一方で、非常に民間の方とね、かなりインタラクティブに普通にやれるようになってきたし、で、逆にその民間の方の知恵を借りていかないと、もう何も立ち行かない時代になってきたと思うんですよ。で、今はね、デジタル庁とかいろいろ言われてますけど、先々週もね、経産省のそういう DX さんの責任者というか、とかといろいろ議論もね、させていただいたり、昨日もちょうどそこの担当課長とね、いろいろやり取りしてたんですけど、それは官僚だけでね、デジタル化っていうのも無理ですよね。これはもういろんな知恵もいただかなきゃいけないし、場合によってはね、おそらくデジタル庁の長官なんかは、民間庁もそうですし、そういうね、よく言うと官民が一緒になって議論してなんか作り上げていこうっていう時代に、官が弱くなったことで向かってるっていうね、ことになると思うんですね。だからどんどん流れとしては、もう官民がね、いろいろ融合していく。で、一緒になって考えていくっていう、本当の意味での PPP。もともとね、パブリック・プライベート・パートナーシップの略ですけど、これはね、一時期、パーシャリープライバタイズドプランとかね、部分が、揶揄されてましたけど、本当の PPP の時代に向かいつつあるのかなって感じはしますね。いろいろとお付き合いされててから分かると思うんですけど、やっぱりなんか政策が昔と比べて難しくなってるんじゃないかな、みたいなのが私あるんです。その、どうですかね。いや、思いますね。だから、先ほどね、民間の知恵が必要だと申し上げましたけど、おっしゃるとおり、例えばそのね、いろんなネットの技術とか AI とか、こういう技術的なことは、特に官僚は文系が多いですから、それが問題だっていうのもありますし、で、やっぱりね、金融技術にしても何しても、いろんな部分でどんどんそのね、デジタル化というか、技術の進化が進んじゃったんで、これは難しくなってますよね。だからどんどんもうちょっと理系的、そういうのある方をね、入れていかなきゃいけないし、相当難しくなってますよね。なるほど。今までのそのいわゆる文系新卒モデルで考えると。いや、なので、そういう意味で言うと、文系新卒モデルじゃなく、もっと、なんていうんですかね、それはどういう方向の改革がいいんですか？技術系を入れたらいいっていう話なのか、中東を増やしたらいいっていう話なのか、これはもう人気付きなのか。全方向だと思います。だからその人材で言うとおっしゃる通り、例えば新卒時もね、どんどん理系を入れるとか、あるいは女性とかね、消費者庁とかできてきたのは象徴ですけど、今までどっちかサービス提供側から官庁ってできてたわけですよ。消費者とか生活者目線っていうとね、やっぱり女性とかどんどん入れる必要があると思いますし、で、またね、その新卒モデルからどんどん、やっぱり経験者、いろんな経験してる人を入れるっていう意味でもそうですし、で、あとその人事じゃなくても、例えば審議会とか、審議会じゃなくてもね、いろんなプロジェクトを一緒に官民で回していくとか、別にね、人事としてなんか入るじゃなくても、こう組織同士でもね、官民連携っていうのを進めていかなきゃいけないし、だから本当にね、PPP の時代だと思います。なるほど。なるほど。広く言うといろいろあるんですけど、一個一個話を、はい、例えば新卒と、はい、例えば中途の比率とかってどれくらいが望ましいとか何かありますか？そうですね、これね難しいんですけど、徐々にしか変わらないと思いますけど、僕の中ではこれは仕上がり系は中途というかどうかともかく半々ぐらいで、うんうん、その専門家集団になった方がいいですよね。つまり官僚制っていうのはもともとね常備軍と官僚制の時代から来たわけですけど、絶対王政の下でね専門家集団のはずなわけですよ。だから経産省だったら経済の専門家、文科省だったら教育の専門家いるはずなんですけど、実態ね、例えばね経産省にじゃあ経済の PhD 持ってるね、はい、世界でちゃんと経済理論で太刀打ちできる人はどんだけいるのかというと、2,3 人じゃないですか、ぶっちゃけ。でね、途上国の経済官庁だってほとんど PhD ですよ。なるほど、なるほど、なるほど。っていうね、地頭とかって問題じゃなくて、やっぱ専門家がいない。教育だってね、例えば文科省で教育学部出た人って多分あんまりいないと思うんですよ。みんな法学部とかね、経済学部で。で専門家って別になんか学位がありゃいいっていう話じゃないんで、例えばじゃあ教団でねもう10年教えてきましたって人もいるんですよ。そういう現場の専門家、経産省行ったらベンチャーね、10年経営してきましたみたいな、でその現場の人もいないじゃないですか。文科省で多分ね教員やってましたって人ほぼいないと思うんですよ。だからそういう意味で専門家をね作っていかなきゃいけないんですよ。で専門家っていうふうになると、ご質問に戻るとやっぱりどうしても新卒っていうよりね、中途中心になると思うんで、やっぱりそういうね、半分が官僚制って言ってる以上はね、半分ぐらいはやっぱり専門家にならないといけないんじゃないかなというふうに思います、ね。なるほど。そこが今の官僚のキャリアパスとの関係で、なんかすごい難しいなと思ってまして、いや、だからその時に、プロッパーの役人って何者なんだろうなみたいな、専門家が中途でどんどん入ってきたら、中にいる人何するんだろうみたいな話があって、でこの間某現役の人事をやってる方とお伺いしたら、どうなんですかって聞いたら、いや今プロッパーの役人は、一言言うと不祥事対応に追われていると。で何か今回コロナでこういう騒ぎがあったらコロナの話をなんかみんなやらなきゃいけなくて、今専門でやってる話からみんなそっちへ行く、何かだったらこっちへ行くって話になって、制作できてる人2割ぐらいじゃないかな、その割合多くなると専門家入れるけど、じゃあそっちのプロパー型の人がやってる、不祥事対応というか、昔ながらで言うと組織防衛みたいなところも含めたことって、彼らにしかやらせられないんだよみたいなことをおっしゃったんですね。でも一方で、その仕事ってなんかみんなにとって興味のあるキャリアなんだっけっていうと難しくて、だからどうなんだろう、専門家集団を目指せって言った時に、そもそも役人は専門家である必要があるのかどうかみたいなところって、いやまさにどうなんだろうな。そこをねまさにおっしゃる通りで、僕ら昔研究したりいろいろしてる中でも、だから政策今ね、総合職とかいろんな呼び名ありますけど、昔は1種2種3種とか言ってましたけど、なんかちょっと身分制みたいになってるじゃないですかね。総合職が偉くてとかね、一種が偉くてとか、昔は公主とか言ってましたね。露骨ですよね。公主制だそうですよね。そうだよね。役割分担じゃなくて身分制になっちゃってるんですよ。だから専門家集団って言った時に役割分担すればいいと思うんですね。だから半分ぐらいは政策専門職です。そういうね、各分野のエクスパートですと。で、半分ぐらいはそういうね、政策支援職というか、バックオフィスですよね。今おっしゃった、不祥事は何にもしたことないですけど、やっぱりこう、組織としては対応もあるし、で、あと例えばね、いくら専門家であっても、これを例えば政策として実現するためには、やっぱり財務省にいろいろ要求していかなきゃいけないですよね。そういうチームを作るために機構転用要求していかなきゃいけないとか、国会でね、こういう審議にこう回さなきゃいけないっていう、やっぱり回す専門家もいるわけですよ。それ半分ぐらいそういう人もいると。で、やっぱり行政とか政治に携わって、そういうね、縁の下かもしれないけど、こう円滑に回るようなね、ことをやっていきたいっていう人たちもね、いるはずだと思うんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。行政の専門家みたいな。なるほど。行政の専門家と政策の専門家は別だと。縦割りの分野の専門家は別で。なるほど。で、その行政の専門家を政策支援職と仮に呼んだんですけど。なるほど、なるほど、なるほど。いうふうに分けていくね、役割分担が大事だと思うんです。どっちが偉いとかじゃなくて。なるほど、なるほど、なるほど。今、ただ、なんだろう、役所に入る人はどう思って入って、政策支援職をやりたくて入ってるのか、政策専門職をやりたくて入ってるのかはどっち？いや、ほとんど本当は専門職だと思うんですよ。そうですね。ところが入ってみるとね、2年ぐらいでコロコロ変わるわけじゃないですか。で、まあ、なんとなく聞いてるわけですけど、やっぱ体感してみるとね、ここまで専門性もつかないのかな。だからちょっと論点長くね、なってきたりとか、少しね、改善してる部分はありますけど、で、少しね、なんか畑をより明確にしてってね、なんとなく IT 畑とかエネルギー畑とか、これはやっぱ個人の生き方、さっき正直の時代って言いましたけど、自分たちだってね、やっぱり、マーケットバリューをつけたいわけですよ。そうですね。僕はエネルギーのっていうのを役所でこういうふうにやってきましたっていうことを言いたいじゃないですか。エネルギー政策を回す専門家ってだけじゃなくて、エネルギーの専門家って両方のね、軸をやっぱ欲しがってると思いますよ、それは。そういう意味では、その今入ってる若手が、まあ、キャリアパスで悩んでるみたいなことが、ちょっと私の最初の問題意識なんですけど、彼らはどういうふうに考えて動けばいいですかね、今の時代。そうですね。だからまあ、あれですよね。自分がやりたい分野の専門性がそこでつくのかななんてことを考えてやるか、そこまではっきりね、自分のやりたい分野とか決まってない人は、まあ、こういう感じの専門性を割とつけてくれそうだなとかね、そういうの理解があるなっていうところを選ぶしかないでしょうね。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、なんで本当はそういう人が、その行政、政策支援のマインドを持った人が外へ出て、また、そう専門性を持ってまた戻るみたいな、そういう流れが必要なのかなみたいなの。そうですね。それも、はい、今現実はそうですね。僕が言ったように理想形になってないので、おっしゃる通り、どっちかというと行政回し専門家ばかなんで、それなかなかこのままね、でもそういう専門性がつかない中でね、一回出て、どっかの分野頑張ってみるとか、それはあると思いますね。なるほど、なるほど。まあ私よく、まあ、朝比奈さんもそうだと思うんですけども、なんで辞めたんですかトークは、本当に冗談抜き1000回ぐらい答えてるような気がするんですけど、そのためよく私が言ってるのは、私多分生まれ変わってももう一回経産省に行きますって言って、新卒でと。で、多分また5年ぐらいで辞めますって言ってるんですけど、朝比奈さん的にはどうですか、その外と中と経験して、もう一回生まれ変わったら。そうですね。ああ、これはあんまり考えたことないですけど、ただ、経産省は言ってるかもしれませんね。っていうのは、僕の場合は、まあ少なくとも当時は、要するに大学出るときは、あんまりもう元祖これやりたいってなかったんですよ。要するに絶対アパレルやりたいとかね、絶対エネルギーやりたいとか。やっぱりなんか漠然と国や社会の役に立ちたいと思ってたんです。で、そういう中で、まあ一番カルチャーフィットするとこはどこかなっていうことで選んだんですよね。普通、学生さんって就職するとき分野で選んじゃうじゃないですか。やっぱ商社行きたいとかね。メーカー行きたいとか。だけど分野がそこまで僕は、多くの人は実は正直になるとあんまないと思うんですよ。就職するときしょうがないからいろいろ回ってるうちになんか自分はこれがやりたいっていうふうに仮に思うようにしてるっていうかね。そこは正直になればなるほど、どっちかというと分野で選ばないで、カルチャーが合うかで選んだらいいと思うんですよね。組織カルチャー。それで言うとね、僕はやっぱ経産省ってみんな一人称じゃないですか。まあ勘違いの人も多いんですけど、要するになんか組織がこうっていうより俺がこう思ってこうやってんだみたいなね。そのね、カルチャーは結構あって、で、僕はそれを今、リーダーシップって呼んでるんですけど、リーダーとかリーダーシップっていうとね、なんか10人とか100人を率いる人とかね、そういうイメージが強いんですけど、本当は英語の原理は、僕に言うと、自分を率いることなんですよね。もうちょっと別の言葉で言うと、日本語でリーダーとかリーダーシップって、指で導くって書く指導って訳しちゃってるんですよ。僕、あれが正規の語訳だと思ってて、同じ指導でも初めに動くのがリーダーシップなんですよ。なるほど。別に部下がいようが引きなるほど、なるほど。一生こうなってバンコツ刈るみたいな人いるじゃないですか。そういうのが俺が思ってるこうだっていう、そのね、カルチャーが大事で、これはやっぱり日本の国際競争力の源泉だったと思うんですよ。なるほど、なるほど。それが弱っちゃってるところね、問題意識があって自分でリーダー塾とか、ちょっと宣伝になっちゃうんですけど、リーダーシップ公共政策学校っていうのもやってましてね、俺みんな霞が関経験がありながら、そしてみんな離れてね、活躍してる、まあ30代、40代が全員先生っていう、私も教えてますけど、こういう政策、ね、公共政策学校、オンラインでも受けられる学校やってるんですけど、まあそういうね、カルチャーがすごくね、パブリックにも大事だと思うんですよね。だからそういう官僚の中でそういう人たちをね、どんどん作っていく、まああるいはそういう人たちが入ってくるっていうことをやりたいなと思ってます。まあそのリーダー塾の話と多分重なるんですけども、私がなんでもう一回経産省かって言ったら、マクロの視点で物を見る職場ってあんまり企業に行くとないんですよね。やっぱり企業に行った後に、その観点があることがやっぱり自分にとって強みになってるな、みたいなのがあって、そういう意味で言うと、世の中リーダー塾とか研修みたいな話の時に、意外とそのマクロを教えてるリーダー塾少ないなみたいな気がする。本当になんか、さっきの専門職じゃなくて、狭いことを教えてる気がするんで、そうですね。そういう意味で言うと、なんか、朝比奈さんのいつもメニュー見てると、なんかこんなことからスタートするのみたいなことをやるじゃないですか。その辺のバックグラウンドちょっと教えてほしいなと。いや、本当にありがとうございます。おっしゃっていただいている通りで、なんですかね、やっぱり今学ぶっていうとね、MBA を取りに行くとか、英語力を上げるとか、非常にかっこよく言うとね、合理的だし、合目的的っていうかね、目的があって、点数上げるためとかね、資格取るためってなるんですけど、おっしゃると、ただなんかね、星の王子様じゃないんですけどね、大事なことは目に見えない。なるほど。資格とかね、点数でね、あれること以上にね、やっぱり自分の人生どうするのかとか、社会どうするのかって、これあんまり資格とかないわけですよ。そうですね。で、そういうことを総称して、僕は日本の古来の言い方にね、なぞられると学問って呼んでるんですけど、なるほど。問いを学ぶんですよ。みんな答えを学んで、これ答えを得れば MBA 取れますとかね、この答えちゃんと正解すると、トーフルなんて取れますとかね、なんですけど、答えを学ぶんじゃなくて、何をすべきかなのかとかね、課題設定力と言いますかね、そのね、学問ですね、問いを学べるところ、これが必要だと思ってて、それをおっしゃる通り、マクロっていうね、ご表現ありましたけど、やっぱり大局観を持ってね、考えていくしかないと思うんですよね。で、割と日本っていうのはそういう教育やってたわけですよ、昔は。家庭とか、地域とか。で、それはいつの日かね、だんだんそういう、過去生きた偉人の話とか、ね、確かに英雄の話とか学ばなくなって、どこに住んだってね、どこでも配られる算数国語理科社会だけ勉強して、とりあえずね、画が引き寄せられるように、なんか有名な学校にみんな来てっていうね、で全くクリエイティブでね、なくなっちゃった社会が問題だと思って、やっぱキャリアも自分で考え直すのすごい大事だと思うんですよね。それをちゃんとこれでああ、そうです。これはリーダーシップ公共政策。他にリーダー塾っていうのもやってました。なるほど。これは別に役所志望とかそういうことは関係ないんですね。ここにちょっとね、書かせていただいてるんですけど、さっき申し上げたように、霞が関出身の人がやってますけど、結構民間の人で、パブリックともっと関わりたいとか、極端な話、民間辞めて、公務員になりたいっていう方とか、いろんな民間の方もいらしてますし、もちろん、国交省さんなんか人事課の予算でね、発見されてたり、今年もいろいろ環境省の方とかね、あと陸上自衛隊の方とか、いろんな多彩な、で、地域からも岐阜県庁派遣されてきたり、長野県庁さんが派遣してきたりとかですね。なるほど。で、民間企業もね、某有名携帯キャリアの会社さんなんか5人ぐらい送られたりね、してますけどね、もういろいろ官民超えてね、考えていこうっていうプラットフォームにも、したいと思ってます。ありがとうございます。というわけで本日どうもいろいろありがとうございました。ありがとうございました。引き続きこのシリーズではいろんな方にインタビューをしていきたいと思っております。この動画を見られて面白いと思った方は高評価をぜひお願いします。それからソアツチャンネルへのチャンネル登録もよろしくお願いします。では朝比奈さんありがとうございました。どうもありがとうございました。